フリードリヒエルンスとドルンはドイツの物理学者。放射性物質がラジウムから放出されるのを最初に発見した。プロイセン州のガチタット出身。ザック選手のハレで亡くなる。ケーニヒスベルクで教育を受け、大学まで学んだ。1885年、ハレ大学でアントン・オバーベックより、理論物理学のパーソナルオーディナリアス教授の地位を継いだ。ドルンは、 すでにオーディナリアス教授ではあったので、降格されたとは思われないようにその肩書きを名乗ることを許可された。1895年、ヘルマンナ・ナブロックからハレの実験物理学のオーディナリアス教授及び物理学研究所の所長を引き継いだ。ドルンの前職は私講師であり、理論物理学のエクストローディナリアス教授として呼ばれていたカール・シュミットに引き受けられた。 1900年、アーネスト・ラザフォードによるトリウムの初期のいくつかの研究を繰り返し、また拡張した実験を記した論文を発表した。放射性物質がトリウムから放出されたというラザフォードの観測を確認し、ラジウムからも同様の放出が起こることを発見した。ラザフォードとソディの追加の研究により、トリウムとラジウムの両方から同じ放出が起こり、 それが機体であり新たな元素であることが示された。ドルーンはラジウムからの放射性機体の産出を単にエマネーションと呼んだが、1904年にラザフォードは同じ物質に対してラジウムエマネーションという名称を導入した。ラムゼイは後に輝きを意味するラテン語の単語ナイトンズからニトンという名称を提案した。1923年、 この名称は再び国際的な科学者団体により、ラドンに変更された。マーシャルとマーシャルは、ラドン発見に至る、原著論文を検討した。彼らの研究は完全なタイグルと広範囲の参考文献にために調べられるべきである。彼らは、ラドン発見の名誉を預かるのは、ラザフォードであると結論付けた。彼が、初めて放射性同位体から放出される元素を検出し、 初めてラドンの機体の性質を実証したからである。ラザフォードは、ラドンの原子量、スペクトル、周期表の位置に関して、自身のラドンに関する研究と他の研究者による研究を統合させた最初の人物でもある。ありがとうございます。